チワード in ディズニーワールド。ハロー、スッチワードです。いつもご視聴ありがとうございます。ディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。今回はディズニーワールドのバリューカテゴリーのホテルオールスタースポーツリゾートのルームツアーをご覧いただきます。2023年11月に取材に行ってまいりました。オールスターにはオールスタースポーツ、オールスターミュージック、オールスタームービーの3つのリゾートがあり、1つのエリアにまとまって立っています。スッチワード。はい、すごい雨ですね。こちらオールスタースポーツ到着しました。はい、こちらね3階なんですが、3階からねプールが見えますよ。とってもいい感じです ね、ゲームが始まりそうな感じです。とっても楽しいです。さあ、それでは83615室です。入ってみましょう。こんにちは、こんにちは。お、これはなんていうカテゴリーのお部屋でしょうか。カテゴリーはありません。ここはオールスターは基本的に、はい、プリファードかスタンダードしかなくて、はい、プリファードも平穏の良し悪しじゃなくて、どれだけメインビルディングとバス停に近いかなので、はい、あの部屋の部分も全て一緒です。はい、なるほど。とまず一番初めに入ってきたらね、こちらのテーブルがありますが、はい、はい、後でのお楽しみですね。ちょっとね、椅子はなんとなくやっぱりスポーツっぽくはなってます。あ、でも可愛い、可愛いですね。で、ね、こちらね、USB と、あ、USB-C もあるし、あと電気のアウト、電気のアウトレット2つもあります。なんかね、置けるスペースになってますね。ちょっとコーヒー作ってみたいと思います。はい、あ、コーヒーでも水がありません。はい、じゃあこちら、いいお水が今日はありません。こちらは、コーヒーメーカー一気に2杯できるんですね。あ、ジョフリーズのこれね、ウォルトディズニーワールドのリゾートブレンド、うれすい。はい、そして緑茶のティーバッグと、はい、でこれが、あ、アールグレーですね。ちょっとトワイニングですよ。はい、で、紙コップがありますね。で、上の方は氷用のバケツと、あと冷たい、はい、ポップですね、はい、あ、そうそう、言うの忘れた。ここにクリームもあります。お砂糖とかも、まあ、あるのかな、奥にね。ありました。はい、お砂糖はこちらです。ここには何もありません。引き出しになってます。で、冷蔵庫ですか。はい、そうです。はい、これは新しいタイプなんで冷凍はありません。あ、冷蔵だけですね。はい、はい、こちらなんだろう、テレビとで、カウンターになってて、中に入るのかな。あ、ここね、金庫がありますね。金庫、貴重品入れ。はい、で、ここもね、物が入るスペースになってます。で、ここもね、やっぱり電気のアウトレット2つと USB と USB-C があります。同じものが左側にもあります。で、こちらですね。はい、そしてベッドの両側にも同じね、アウトレットあります。お電話もあります。そして、はい、ベッドこちらなんですが、これはクイーンサイズのベッドのようですね。そして、はい、こちらにもね、アウトレット2つと USB、USB-C ということで、で、こちらのミニーちゃん、ミッキーちゃん、ドナルドのアートがとても明るい感じのね、アートが飾ってあって、お部屋の中が明るくね、感じますね。で、なんか知らないんですけど、え、枕がね、8個あります。素晴らしい、8個。はい、1人2つで4人分っていう。そうですね、ここね、2人と後でね、開けたいと思うんですけど、これはね、マーフィーベッドですね。後で開けましょう。なので 1,2,3,4人のお部屋でしょう。はい、で、こちらがバスルーム。こんな
風に閉めることができます。はい、僕ワービーベッドやりたいです。あ、いいね。はい、あら、アイロンとアイロン台、わかりやすい。で、ハンガーもありますね。やるときちょっと待ってね。はい、で、洗面台一つになってますが、広々してていい感じですね。で、ティッシュの箱があって、まあティッシュがあって、で、あのね、いいですね。鏡がすごく明るくて、広くて、すごく使いやすそうです。で、こっちにも、台にも女優鏡がありまして、はい、で、石鹸がね、ちゃんとありますね。H2O とか書いてない。はい、そして、タオルありますね。はい、で、トイレットペーパーとティッシュの予備があって、で、こちらがドライヤー。はい、こちらドライヤーです。それではお手洗いの方行きます。お手洗いの方にももちろんね、扉がちゃんとついてまして、はい、プライベートちゃんと確保できますよっ。お手洗いと、まあ、至って普通のお手洗いで、まあ、タオルがたくさんここにもあるし、ここにもあります。はい、で、こちらバスタブになります。こういったね、あの扉式のものになってます。はい、いつもの感じですね。アメリカのならではのこのちょっと平べったいというか、浅いバスタブになってます。でもね、広いんだよね。なんていうか、長いですね。細長い感じで、シャワーどうなってるのかな。あ、シャワー手持てないタイプでした。はい、で、お洗濯の紐があります。そうか、手には持てないタイプなんですね。で、こちら物が置けるスペースになってまして、こちら、あ、これまだ H2O です。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュのトリオです。ポンプ式のものが置いてありました。ここは、ね、白いタイルで清潔感のある感じですね。 そんな感じでしょうかね。はい、はい、では、あ、お願いしてもいいでしょうか。はい、マーフィーベッド、あ、一人でいける。これ全部共通なんだね。そういうことで。でもすごく可愛い。だからどのホテルでも使えるっていうことですね。はい。いやー、それでは。これね、マーフィーベッドだけどいいですよ。何がどう？ふかふかしてる。新しいからじゃないでしょうか、つばり。しかもこれね。マットが分厚い。なんかこの半分ぐらいのも知ってるんですけど、これいいですよ。いや、こっちも、こっちもやってください。はい。いきまーす。やっぱりベッドのがいいだろう。両方がやっぱり安定感があるかな。はーい。いい感じですよ。設置ワード、場所や交通。ホテルからパークへはディズニーのバスや車で、残念ながらモノレールやスカイライナー、ボートは通っていないんですよね。オフィシャルサイトにはアニマルキングダムリゾートエリアとなっていますが、アニマルキングダムロッジのようにアニマルキングダムに隣接しているわけではないんです。実際にはハリウッドスタジオとアニマルキングダムの中間にあります。ハリウッドスタジオ、エプコット、アニマルキングダムへバスを利用する場合は、だいたい同じくらいの時間が必要だと考えてください。またマジックキングダムエリアからはかなり離れています。車の場合、他の3つのパークへの移動時間プラス5分で行けますが、バスではプラス10分から15分くらいと考えると良いと思います。
そっちは人たちのようにメインビルディングから離れたところに泊まっている場合、歩く時間プラスバスの待ち時間などなど考えると、マジックキングダムへはお部屋から1時間はねかかるかもしれないというね、そんなちょっと多めのね見積もりをした方が良いと思います。お値段、2024年の2月から9月までのスタンダード、そしてプリファードの料金表を出しておきますので、どうぞご覧ください。2名宿泊のお値段です。スタンダードとプリファードのお値段をねこうやって見比べてみると、あまりねすっごく違いはないので、まあ、メインビルディングに近くて便利なプリファードを選ばれる方が、まあ、移動時間の時短にもなるし、総合的にお得な気がします。限られた時間を有効に使いたい方はプリファードをおすすめします。逆にご旅行の、ね、日数が多くて時間に余裕があるよという方はスタンダードも、ね、いいかもしれませんね。フッチワード、はい、こんな感じでオールスタースポーツのルームツアーお届けしてまいりましたが、お楽しみいただけたでしょうか。で、ここのお部屋はここのベッドに2人、そしてマーフィーベッドの方に2人、合計4人が泊まれるお部屋になっています。リファービッシュされたばかりのとても清潔感のある過ごしやすいお部屋でした。で、なんといってもね、USB-C があるのびっくりしちゃいましたね。はい、ててはい、ね、バリューホテルなんですけれど、やっぱりね、そういったちょっと細かいことなんですけど、まあ、アウトレットがたくさんあったりっていうのはやっぱりかなりいいなと思います。ただね、やっぱ外から入るんで、はい、びしょびしょになりますね。あ、今日はね、雨が降ったんですけれど、やっぱり天候が悪い時には、うん、パークからね、こうホテルに帰ってきて、で自分のお部屋に行くまでにちょっと大変だなっていうのはあります。で、バスが1個しかないので、バス停が、はい、ここはスタンダードのルームなんでめっちゃ遠いと思います。ね、車あるのって聞かれましたね。はい、うん、それぐらい遠いです。うん、遠いだと思います。なのでね、もしお車で来られてない方はプリバードの方が絶対いい、はい、お部屋の方がいいと思います。なぜかというと、やっぱりメインのビルディングに近いとか、メインのビルディングに近いということは、お店とかフードコートもね近いですので、あと交通も近いので、絶対ねプリバードの方を強くおすすめします。はい、お値段がちょっとね高くなるけれど、うん、それだけの価値はあるんじゃないかなって。毎日のことなんで ね、はい、皆さんきっと連泊されると思うので、うん、ちょっときついと思います。そうですね、はい、はい、で、ここのお部屋はコーヒーメーカーはあるんですけど、電子レンジだからね、ないです。あと、ユーテンシルもないですので、ユーテンシルっていうのはフォークとかスプーンとかがないですね。なので、もしねなくて困る方はフードコートの方で用意をするようにしてください。はい、はい、そんな感じでお届けしてまいりましたが、お楽しみいただけたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよと思ってくださったら、グッドボタン、そしてこれからの動画を見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スッチワードとシルベーヌとポンツーボークケチャッピーでした。チュン、またねー。ポンツーポン。